んにちは、アンジェリカ・マーちゃんです。今回は7月7日の七夕さんからもう一度も洗車をしてないという、途中ね、間に浄水器だけでちょっと流したりっていうことはあったんですけど、珍しくもう3ヶ月洗ってないそんなデミオの 3PH 洗車をがっつりと今回はやっていきたいと思いますので、どうぞ最後までご視聴よろしくお願いします。ぐるっとね、全体的な汚れをちょっと見ていってるんですけど、あとね、粉害があったりとか、あの水しみとかあるので、これがね綺麗に取れるかなと思って、ホコリはね当然かぶったりはするんですけどもね、目に見えない油汚れだとかね、間違いなく汚れてると思います。今年の夏は本当に暑くて、もう洗車どころじゃなかったのでね、3ヶ月どっちか言うともう放置状態でかわいそうだったんですけどね、今回は本当もう本腰入れて洗いたいと思いますので最初にボディにちょっとシャワーをかけて、ちょっと水の引き方でね、どれぐらい汚れてるかちょっと確認したいと思います。これね、水がねスーッと流れていってくれないのでね、やっぱり汚れてますねこんな感じの水の引き方です。これはね、3PH 洗車をすることで、どれぐらいね、水がスーッと流れていってくれるのか、ちょっとね、やってみたいと思います。ちょっとシャワーの流れ方とかツヤ感がね、このカーボンボンネットをつけてるので分かりづらいんですけど、私は今このボンネットは、大黒のクーリングボンネットっていうのをつけてます。でこれでもね、意外とね、近くで見るとわかるんですよね。このアイラインの上とかね、うん、汚れてますよね。ここここ。さすがに3ヶ月も洗ってないとね、ルーフもすごい汚れてますね。もう変な水たまりができちゃいます。今回 3PH 洗車をするんですけども、まずアルカリ性で汚れを落とします。アルカリ性のシャンプーはオートブライトダイレクトのマジフォームを使うと思います。酸性シャンプーはラボコスメティカのピュリピカ、これを使おうと思っています。それから最後に中性シャンプー、こちらはレザーコンタクトのゼウス、これを使っていきたいと思います。さて、3ヶ月サボってきたのでこれから頑張ってやっていきます。じゃあレッツゴー。まず最初にオートブライトダイレクトのマジフォームを作っていきたいと思います。水 500cc に対してマジフォームを 50cc、 11対1かなこれをスノーフォームランスに入れて泡泡にしていきたいと思います。いつもね、めんどくさがってねこれ入れようとするんですけど絶対こぼしちゃうんですよねダメダメなので、ジョーゴを使いたいと思います。このジョーゴもね、もうでっかいの置いてるんですよね
取り付けて、これね、上がね、重たいんですよね。で、泡が出るところですよね。そこの、ここですね。ここをちょっと調節して、絞る感じにして私は使います。で、ここも確認して、そうですね。これで取り付けて泡合わせていきます。久しぶりの泡なので楽しいですね。アルカリ性のシャンプーなので鳥の糞害とかね、高速道路とか走ってね、ナンバープレートについた虫とか、フロントにね、虫がついてあったりだとかで、走ってるとね、必ず油汚れはボディにつきますよね。このアルカリ性の泡を密着させて汚れを浮き立たせています。めっちゃ久しぶりで、3ヶ月ぶりの洗車なんでね、なんかもうデミリにも大喜びです。だいたい真夏でもね、2週間に1回とか、どんだけ伸びても1ヶ月に1回ぐらいの洗車をねしてたんですけど、本当にもう皆さん今年暑かったですよね。あともうこの狭い駐車場がね、洗車するにはちょっとね、もう服が泡だらけになったり、お腹のところがもうびちゃびちゃになったりと、もう苦労して結構洗車してるんですよね。ちょっと洗車がかなり空いてしまったので、かなりボディがね汚れてるんじゃないかなっていうのを想定して、リテールブラシがね、もう最高にしっかりしっかりと細かいところまで洗ってあげないとって感じでね、細かいところまで全部洗っていってるんですけども、この隙間とかもね、なんか砂ぼこりですかね、なんかそんなんが溜まってたり、目に見えない汚れですよね。これずっとやってるとね、腕が疲れてくるんですよね。腕というか指ですよね。結構なんか力入れてないようでも結構力が入ってて、でガンガン洗おうみたいな。またね、このねデミオとかは、このフロントがね、結構これでも洗いやすい方だと思うんですよ。グリルがね、なんか網になってる車とかありますよね。私はね、やっぱりスイスポーしかあまり知らないんですけど、もう網のグリルのとこなんかめっちゃ汚れるし、山なんか走ってるとね、なんかアブが刺さったりとか、みたいなね。ああこういうところはね、ちょっとしっかりめに洗っていってるんですけど、以前ちょっと洗車の時に登場したリキューブラシっていうのがあるんですけど、リキューブラシはね、とっても腕も疲れなくって、持っててもね、ブラシも柔らかくって洗いやすいんですけど、こう細かいとことか、私背が低いので、こういったところはやっぱりね届かないんですよね。で、台に乗るにしても、この駐車場の幅が狭くって、台がね置けないんですよね。もう背が私低いのでね、このアンテナのとこなんかもうギリギリです。こ
こうやってね洗ってると、あの車の隙間ってすごくたくさんありますよね。またね、ここのゲートスポイラーをつけてるので、ここはね、もう砂から葉っぱからなんからかんからめっちゃ溜まるんですよね、ゴミがで、ここはね丁寧にしてあげないと。最近ちょっとね、このボルテックスのウイングもね、なんか水しみみたいなのができちゃって、表面がねなんか汚れてきてて、なんとか取れないかなとかって思ってるんですけど、これだけちょっとね洗ってるとだんだん手が疲れてきましたね。今使ってるディテールブラシはちょっとね、普通に使ってたらそうでもないんですけど、こんだけねしっかりしっかり隅々まで洗ってると、もうもっとブラシのところが大きいと楽ちんだな、じゃあリキューブラシやんとかって思うんですけど、リキューブラシだと今度手のひらでこう握る感じなんで、背が高いとこがこれ届かないんですよね。まあなんかもっとリキューブラシぐらいでかくって持ち手が長くって作ってもらえないかなとか背の低いね女性なんか特に、まだねデミオンはこんだけねちょっとまあ車高も落としてるんで、私の身長が153センチしかないんですけど、それでなんとかね届くんですけど、もう他のね背の高い車だったら絶対無理ですよねところまでねしっかりとディテールブラシで洗ったので、この泡をしっかりとね流していきたいと思います。泡残りがないように隅々までね泡を流していきます。皆さんも経験あると思うんですけども、洗車の時にねこの泡をしっかりと流したと思っても絶対隙間に残ってますよね。デミオのねこのボンネットはね本当のもうアイラインのとことかにも泡が溜まりやすくって、エンジンルームにね必ず泡残っちゃうんですよね。だからといってね、ボンネット開けてエンジンに水かけるわけにいかないので、皆さんどうやってね泡取ってるのかな。私はもう濡れ雑巾にして最後ね泡を拭くっていう感じやってますけども、あといつまでもねこのアイラインのとこからねポタ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 とね水が最後まで流れてくるので、今やっとね純水器を使ってるんですけども、それまではねもう純水器まだ投入してなかったので、ずっとね水道水だったんですよね。するとこのアイラインの隙間からいつまでも水が流れてるんで、乾いた時にねそこだけなんか水の跡がついてしまってね、なんだこれはみたいなすごいストレスにはなってたんですけど、この純水器はやっぱ使い出してからは本当に拭き上げもしなくなりましたし、とっても洗車の跡が楽なんですねで今回この 3PH 洗車やってるんですけど、もうだいたいねこのコンパクトカーデミオ1台洗うのでも正直4時間ぐらいかかりますこの4時間かかる洗車なんですけど、拭き上げなしでその状態なので、これでね拭き上げであったりとか、この後のね簡易コーティングであったりとかしようと思ったら、もう本当に1日がかりですよね。本当洗車ってスイッチが入ったらね頑張ろうってなるんですけどもねアルカリ性のマジフォームをしっかりと流し終わったら、次酸性シャンプーをしていきたいと思います。今回使うのはラボコスメティカのピュリビカ、こちらの商品を使っていきたいと思います。真夏のね炎天下の洗車をしてもシミができずに安心して使うことができるっていう、ちょっとねびっくりなシャンプーなんですけども、 VDA ってドイツ自動車協会の略なんですけども、こちらを認証されたシャンプーということで、とっても安心して使うことができるんですね。
多分洗車の動画ね上がってるのはプロの方見ててもこれ使ってる方多いと思うんですけど、さてこれを泡でやっていきたいと思います。駐車場が狭いのでね、どうしても近くから泡をかける感じになってしまうんですけど、こんな感じでねちょっと遠いところから霧状にかけるとね、まんべんなくかけることができるんですよね。この酸性シャンプーを泡にしている状態で3から5分ほど置きたいので、この間に中性シャンプー、レダーコンタクトのゼウス、こちらを使っていきますので、これをバケツに作っていきたいと思います。だいたいそうですね、10リッターの水を入れたバケツに、キャップ、どれくらいかな、10ミリリットルぐらいですかね。これを入れて、泡を作っていきたいと思います。バケツの中にケルヒャーをね、ちょっと突っ込んで、しっかり泡を立てて、バケツのね大きい泡消すのちょっとシャワーの方が良かったかなそしてこれですね、ビューティフルカーズさんから出しているこのスポンジ、これを使ってねボディを洗っていきたいと思います。酸性シャンプーで泡した後もこの上からね中性シャンプー、このゼウスを使って今スポンジで洗っていってます。このスポンジを滑らすようにしてね優しく洗っていきます。もう洗っててもねスベスベなんがすごくよくわかるんですよね。さっきまでねなんかもうちょっと引っかかりがあったりとか真っ黒の、ね、泡が出てきたりとかあったんですけど、これでねまた最後の仕上げみたいな感じで汚れを落としていきたいと思います。全体を洗い終わったらケルヒャーでねいつも流すんですけど、大まかなところをケルヒャーでさーっと流して、その後ねしっかりとシャワーでね流していきたいと思います。細かいところもね隙間はねしっかりと流して、トランクなんかね開けたりしてちょっとね水かけたりで、運転席とかねドアもちょっと開けて流したりねしてます。とりあえずね泡が残ってると良くないので、この泡だけはねしっかり流していきたいと思います。まず天井の方ですね、ルーフの方からちょっと水の引き方を見ていきたいと思います。がっつりとねこの 3PH 洗車今回やったんですけど、これでね汚れも落ちてると思ってたんですけど、ちょっとねルーフの方汚れが落ちてない感じですね。なんかもっとね水の引き方がいいのかなと思ってたんですけど、あとねこのボンネットにも水をかけてみたいと思います。どうですかね、わかりづらいですけどね、洗車の前よりかやっぱりちょっとね水がさーっと流れていく感じはあるんですけど、ちょっと流してみますね。おお、
まあ、明らかに最初洗車する前とは違うのはもう分かりますね。もう水がすごく綺麗に流れていってくれてますね。ルーフもねこんな風になるんじゃないかなと思ってたんですけど、やっぱりね、サボったせいかこんな簡単に汚れは落ちませんよっていうおー、ここら辺ね、この辺はしっかりと汚れが取れてますね。せっかくここまでね頑張って洗車したんですけど、ちょっと納得いかないので、この後ねクイックリテイラーラボコスメティカさんから出てるこちらパーフェクター 2.0、 こちらを使っていきたいと思います。セクター 2.0 を使うのにこちら京都ディテールさんから出している中谷鉄平タオル、こちらを使っていきたいと思います。今ね洗車が終わったところでびちゃびちゃなんでね、ちょっとこの鉄平タオルを使ってさわっとですけどね、お水の水分を拭き取っていきます。初めて使うんですけどね、この新しいタオルはなかなかね吸水がないので、一回ねちょっと水で濡らしてそれで拭き上げていきたいと思います。多少のね水滴は残ってても大丈夫なんですけどね、もうがっつり残ってるとちょっとねせっかく施工するので、ささーっと水気をね取っていきます。今日終わったらリアからねやっていきたいと思います。この鉄平タオルを四つ折りにします。でここにねパーフェクター 2.0 を2回ほどシューシューって感じねスプレーして、で普通にちょっとねこう拭き上げる感じですね、拭き上げるというかムラなくねこう塗っていくっていう感じなんですけどね。で一旦これを塗って、また今度ね裏面にして面を変えてまたこう塗り伸ばしていくっていう感じを、車全体にねこれを塗り伸ばしていきたいと思います。鉄平タオルの表面をパーフェクター 2.0 スプレー用、そして一旦ねひっくり返して裏面を拭き取るよみたいな感じでねやっていってます。ガラス面も拭いても全然大丈夫なので車全体頑張りますね、このパーフェクター 2.0 の施工終わったので一旦シャワーを今度流していきたいと思います。どんな感じになりましたかね、違いがわかるでしょうかおー、なかなかあ、すごいですね。ちょっとシャワーを流していきます。
すごいすごい。じゃんじゃん流れていきますね、じゃんじゃん。もう速攻水が流れていく感じですね。もうそれだけ綺麗になったっていう証拠ですよね。まあこんだけ 3PH 戦車の後に、なおかつこのパーフェクター 2.0、 これをすることでここまで、わすごい。ここまで綺麗になるなんてね、ちょっと思ってたよりも綺麗になっちゃったので、もう嬉しいですね。頑張って4時間洗車した甲斐があります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。久しぶりの洗車頑張りましたよ。チャンネル登録、それから高評価いただけるととっても励みになって嬉しいです。コメントも皆さんたくさんお待ちしてますよ。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございます。